ヘイパイストス、ヘイパイストスは、ギリシア神話に登場する神である。古くは、雷と火山の神であったと思われるが、後に、炎と単野の神とされた。オリュンポス十二神の一柱。神話では、キュクロープスらを従え、自分の工房で様々な武器や道具、宝を作っているという。その象徴は、円錐形の帽子、武具、金床、金髄、やっとこである。 その名前の語源は、ロー、モヤスという意味のギリシア語に由来すると言われているが、インド神話の火の神、ヤビシュタに由来するとも言われる。古くから小アジア及びレムノス島、シチリア島における火山帯で崇拝された神と言われる。ローマ神話では、ウールカーヌスに相当する。あるいは、ローマ神話名を英語読みしたバルカンや、日本語では長母音を省略して、 ヘパイストスやヘファイストスとも呼ばれる。ゼウスとヘーラーの息子で、第一子。ゼウスは前妻であるて、ミスとの間に、宝来三姉妹やモイライ三姉妹などを設けた。ゼウスが前妻との間に、立派な子を設けていたことに焦ったヘーラーが、正妻としての名誉を挽回するべく、産んだ子供であるとされる。ところが、生まれたヘイパイストスは、両足の曲がった醜い奇形児であった。 これに怒ったヘイラーは、生まれたばかりの我が子を、天から海に投げ落とした。その後、ヘイパイストスは、海の女神テティスト、エウルの命に拾われ、9年の間育てられた後、天に帰ったという。ヘイパイストスはその例として、テティスト、エウルの命に、自作の宝石を送っている。あるいはヘイラクレースが乗る船を嵐で、目的地よりかなり離れたコストに漂流させて、 彼を妨害したため、ゼウスから罰せられそうになったヘーラーをかばおうとしたために、ゼウスに地上へ投げ落とさ、1日かかって、レ夢ムのストーに落ち、シンティエス人に助けられたと言われており、この時に足が不自由になったとされる。神々の武具を作ることで有名なヘイパイストスだが、自ら戦うこともあり、イーリアスではヘイラーに命じられて、 アキレウスを襲う川の神と対決し、決して弱まらぬ炎を放って、巨大な川そのものを瞬時に沸騰、蒸発させ、川の神、スカマンドロスを屈服させている。ゼウスがアテーナーを産んだ時、ゼウスが痛みに耐えかねて、ヘイパイストスニメじよの、ラブリュスで頭を叩き割ったことでも有名である。一般には、ゼウスとヘーラーの息子とされるが、ヘーラーが一人で産んだという伝承もある。 それによればヘイラーはゼウスと対立し、ゼウスと交わらずに一人で産んだという。またゼウスは男性ながら、美貌と才気を兼ね備えた女神アテーナーを出産したが、ヘイラーの産んだヘイパイストスは醜い子供だったので、これにより、制裁としての面目を失ったヘイラーは、対抗してティーターンの力を借り、自分も一人で子、テューポーンを儲けたという。なお、ヘイラーが一人で産んだのは、 アレースとする伝承もある。詳しくはフローラを参照。ヘイパイストスの妻はアプロディーテーともカリスのアグライアーとも言われる。一説には天上の妻はアプロディーテーであり、地上の妻はカリスであるという。ヘイパイストスの子供にはアテーナイの王エリクトニオス、テイセウスに退治されたペリペーテース、アルゴナウタイの一人であるパライモンなどがいる。ヘイパイストスは 最初は、アプロディーテイと結婚した。結婚の経緯には、諸説あるが、有名なものは以下である。オリュンポースの神々に加えられたヘイパイストスであるが、ヘーラーの彼への礼遇は続き、彼は母への不信感を募らせていった。そんなある日、ヘイパイストスからヘイラーに豪華な椅子が届けられた。宝石を散りばめ、黄金で作られ、大変美しい椅子で。 その出来に感激した上機嫌のヘイラーが椅子に座った途端体を束され身動きが取れなくなってしまった。ホメーロスのオデュッセイアにはヘイパイストスが不定な妻と真男を交渉の技で罰する逸話が載せられている。ヘイパイストスの妻になったアプロディーテイであったが彼女はヘイパイストスの醜さを嫌っていた。そこに軍神アレースが現れた。アレースは ゼウスとヘーラーの子である者の,の争いの神であり、残虐な性格であることから、神々や人々からの評判は、すこぶる悪かった。しかし、オリュンポースの女神の中でも1、2を争う、美男子だった。やがて醜い夫との生活に疲れていた。アプロディーテイは、美系のアレースと恋愛関係とる。当のヘイパイストスは、妻の浮気に、全く気づかず、夫婦仲の悪さは、 アプロディーテイの機嫌が悪いだけと妻を信じていた。しかしヘイリオスから事実を知らされたヘイパイストスは落胆し、同時にアプロディーテイへの激しい憎悪が芽生えた。ある日、ヘイパイストスは仕事場に行く。しばらく家には戻れないと家を出て行く。これ幸いと浮気に浸るレースとアプロディーテイだが二人で寝床に入った途端に、 特性の見えない網捉えられ、裸で抱き合ったまま動けなくなってしまった。この網は、妻への復讐のために、ヘイパイストスが作った特性の網で、彼以外解くことができないものだったのである。なんとか解こうとする二人であったが、動けば動くほど体に食い込み、完全に身動きが取れなくなってしまった。妻とアレイスの密通現場を押さえたヘイパイストスであったが、妻が、 自分には見せなかった美体のあでやかなる美しさをアレースにさらしたことに激怒、さらなる恥ずかしめを与えてやろうと考えていた。すると、そこへ伝令の神であるヘルメースが偶然にも通りかかる。ヘルメースがアプロディーテイに片思いしていることを知っていたヘイパイストスは、三つ現場を彼に見せれば絶対に興味を持つと考え、ヘルメースを招き入れ三つ現場を見せた。 彼の目論み通り、ヘルメースは興味を示し釘付けになる。すると、ヘイパイストスは、他の十二神を呼んできていただきたい。特に結婚のな行動をしていただいた母上を呼んできて、欲しいと、ヘルメースに頼んだ。面白いものが見られると伝令の神である。ヘルメースは芝叩く間に、オリンポス中を駆け巡って触れ回り、十二神をヘイパイストスの神殿の前に連れてきた。そして、 集まった神々を前に、ヘイパイストスは、これから面白い見せ物をご覧に入れましょうと、アプロディーテとアレースの三つ現場を晒したのである。三つ現場を見せられた神々は、皆困った顔をしてしまう。というのも、アプロディーテとアレースの二人の様があまりにも面白く、大声で笑いたかったのだが、神である自分たちが、品もなく馬鹿笑いできなかったことと、結婚を取り仕切った、ヘイラーの手前。 笑うことができなかったためである。ところが、アポローンが、ヘルメイス殿、貴殿は、以前からアプロディーテーとフシドを共にしたいと、申していたそうではないか。ちょうど良い機会が、アレースと変わってもらったらどうだと、ータの大使、ヘルメイスが、入りたいのは、山々なれど、私の一物は、アレース殿のものと比べ、頑丈でもたくましくもございませぬと返したことで、 我慢してきた神々は思わず吹き出してしまった。アレースは恥ずかしさのあまり解放された途端逃げるように治療へ去ったが、アプロディーテイはただその場で微笑んでいた。神々の笑い声が響く中、この結婚を取り仕切ったヘーラーだけは笑えずにいた。そんなヘーラーに対しヘーパイストスは母上、あなた様より配慮いたしました花嫁は、 他の神々と不指導を共にする不死だらな女にございます。されば、ここにのしをつけてお返し申し上げますので、どうぞお引き取りくださいと言った。再び神々の前で恥をかかされたヘイラーは、アプロディーテーを連れ、神々の失笑がこだます中、退散していった。その後、ポセイドオンの仲介のもと、ヘイパイストスは、アプロディーテーと離婚し、アレースから賠償を受け取った。そして、 アレースは、トラーキア、アプロディーテイは、クレータ島での謹慎を命じれた。後にアプロディーテイは、ポセドーンに、この仲介の礼を与えている。上記以外にも様々な説がある。結婚後、アプロディーテイに相手にされなかったヘイパイストスは、アテーナーが仕事場にやってきた時に浴場し、アテーナーと交わろうとして追いかけた。ヘイパイストスは、 諸女神であるアテーナーから固く拒まれたが、アテーナーの足に精液を漏らした。アテーナーがそれを羊毛で拭き取り、大地に投げると、そこから上半身が人間で下半身が蛇の子供、エリクトニオスが誕生した。それを見つけたアテーナーは、見捨てはせず、自分の神殿でエリクトニオスを育てたという。ヘイパイストスの作ったとされるものには、エピメテウスの妻となった、美女パンドーラー。 ゼウスの盾、アイギス、ゼウスの雷、自分で歩くことのできる真鍮の三脚機、アポローンとアルテミスの矢、アキレウスの盾を含むアキレウスの部具一式、聖堂の巨人タロース、ヘイラクレースがスティウムパーリーデスの鳥退治の際に使った、聖堂の鐘などがある。また、主神とその妻たる神の間の最初の婚学期系である、天から、日本神話における、 ヒルコ神との類似性も語られる 5. おさむき